は北海道南西部胆振町管内アブタ郡にあった町噴火湾と東ヤ湖に挟まれた場所にあった東ヤ湖岸には東ヤ湖温泉があり東の総別町にある宇須山昭和新山観光の拠点としての役割も担う道内有数の観光地であった本校では2006年3月27日の阿武タ町廃止時点での情報を記載する 胆振市町西部にあり、内浦湾北岸に位置する。おシャマンベと室蘭のほぼ中間にあり、これらを結ぶ道央自動車道、国道37号、JR 室蘭本線などが海岸沿いを通っている。また、札幌から中山峠を越える中山国道の終点にもあたり、重要な交通拠点となっている。町の西部は、 東野湖のカルデラ壁から続く斜面が海へと迫り、海食がけをなすなど地形は険しく、ここを通る、道路、鉄道は、多くのトンネルを出入りする。南部は、赤川や、板谷川が生み出した平地となっており、砂浜の海岸を持つ。東野駅や役場のある坂町はこの平地の北西部、赤川右岸にある。阿武田町南端から、伊達新須町にかけては、 噴火案では珍しい出入りの激しい海岸線がある。これは約7000年前のウス山の爆発による噴出物が海にせり出して作られた地形で、岬状に突出した部分の影にアブタ漁港が作られている。北東部の東ヤ湖に面した地域との間には急峻なカルデラ壁があり、ここを越える国道230号は大きく蛇行しながら湖岸へと降りていく。 湖南岸の東谷湖温泉は1910年の薄山の火山活動後に発見された温泉で、大型ホテルが多くある。西岸の月浦地区、その西の高台にある花輪地区、そして隣接する東谷村、豊浦町にかけては、牧場が点在する。東谷湖は、東谷カルデラ内にできたほぼ円形の湖で、中央にある中島の最高点を中心に、阿武田町、 東谷村、宗別町に三分されており、阿武田町の領域となるのは、南西の4分の1弱、弁天島全域と中島、観音島の一部を含む部分である。東谷湖は、海との距離が近い割には、湖面標高が約84メートルと高い。このため、中心市街にほど近い青葉町まで導水パイプを、敷設し、高低差を利用した。 水力発電が行われている。気候は海洋性で冬でも温暖、積雪も少ない。隣接する豊浦町、東山村と法定合併協議会を設け主要な協議を終えていたが、2005年2月に行われた住民投票で合併反対の多かった豊浦町が離脱した。これを受けて、阿武田町、東山村の2町村での合併を目指すことになり、 2005年3月に合併協定書に調印、各町村議会での議決、知事への申請も終えた。合併期日は2006年3月27日で、新町名は東屋古町となる。古町させ最中、山岡正中、浅場生谷口正道伊藤通るましたの佐藤。 義七郎村田倉之助手代木茂淳村長手代木茂淳潮の関助安倍雄亭武井友申志賀賢治須佐美雄早坂も吉高橋義春森谷周一郎清水平五郎高田健吾水野博之河村虎尾桑原聖之助那須義美市町長那須義美市黒木武一那須義美市 時は白横山つ岡村小吉長崎吉尾2000年国勢調査によると産業別人口比率は第1次産業8.1%第2次産業23.0%第3次産業68.8%となっており第3次産業の比率が高い都市型の産業構成になっている特に東野湖温泉を中心とした 観光関連産業への依存度が大きく、サービス業や小売業の就業者が多くなっている。国勢調査人口の水高等学校中学校、小学校新千歳空港が最も近い。同応自動車道利用で約1 1 0トル JR の特急を利用すると1時間半ほど。北海道旅客鉄道札幌駅と函館駅を結ぶ特急列車が停車。 両駅からの所要時間はいずれも約1時間半。東谷駅から東谷港温泉街まではバスで約20分。高速道路一般国道北海道道道の駅、名所、旧石祭事。ありがとうございます。